まゆちゃんです。まゆー、お喜びですね。もう昼だよ。なんか何するべえなって思いながらね、仕立て直しですね。これもったいないんだよね、捨てるのはね。かといってそのまま食うのもちょっとやだなっていう時は仕立て直しですよね。これがね、結構この技術があると僕のように素晴らしい糖尿病患者になりますか。おい、これ数日前、昨日作ったあの、なんだっけ、あれね、なんかですよ。こういうのってさ、もう食いようがないよね。で、スープに仕立て直すというのを今日やってみましょう。ね、スープって言うと大体スープの素にね、なんか入れていくんだけど、まあ僕好きなのは玉ねぎですよね。玉ねぎを本当にみじん切って、コンソメでね、美味しくスープにするでしょ。でこれきのこも入るでしょ。そうするとこれがうまいよねと思うよ。美味しさってのはもう個人の問題だからね。だからそればっかりはね、それはうまいと思わんよとかね。これなんかも最後に散らしてあげましょう。ちぢめほうれん草なんかありますよね、今ね。今日は今だったら世界中にいくらでもあるよ、おい。で怒るなよ、怒るなよ。まあ怒るね。薄く切ってやって、これをまた多分毎日必ず人参を食ってるよね。俺の体の 10% は人参じゃないか。で玉ねぎ薄く切るのはね、もう難しい。なぜかというと老眼でよく見えない。歯先が先の方まで行くとね、とてもいいことがありますよね。またこの包丁よく研がないといけないんだけどさ、研ぐのめんどくさい。それでシャープナーなんかあるよね。シャープナー。で、この、玉ねぎを炒めるか炒めないかとかも結構、大きな問題になりますよね。今日は炒めません。炒めないで水からゆるゆるとやってってやるんですよね。これもやっぱ沸騰してるとこ入れると入れないのも違うしさ。水からね、ゆるゆるとやるとね、ゆるゆるって感じがしていいよね。何言ってん。あ、まゆちゃんがなんかジャンプしてます。まゆ、お前玉ねぎ食うと死ぬんだよ。本当に死ぬかな。野犬狩りなんかしないで野犬に玉ねぎ食わせればな、いいね。これだったらもうなんかうちの子供には散々言われましたよね。死ぬからやっちゃダメだよ。人はどうせいつか死ぬ。そんなこと言ってねえよな。そんな関係ねえ。はい、こういう感じでね、入っていきますね。俺のこいつのこの人たちを食べよう。今日は大失敗でしたね、これね。春菊ね、お鍋の味噌汁に1ラバ大きいわ。3分の1でいいよ。もう春菊食ってるみたいでさ、ちょっと美味しくなかったしね。まあいいや、俺の舌口ねえよ。いや、俺が美味しくなかったんだから。ああ、バカ入ってますよね、ぐるぐる。今あの教えて Google のなんていうの、同意を求めるバージョン。俺おかしくないよね Google。 いやー、ちょっとそれは私には判断つきかねますとか言う。正直だよね Google ってね。いや、あったことないですから。やっぱ自分の利益に正直じゃない、あの人ね。Siri もそうだし。ああ、最近もうあれだよね、一番好きなのはマイクロソフトのコードっていうソフトなんだけどね。あれはいいわ。
みんなもあれでソフト書くといいよ。本当に何がいいかっていうと、ね、検索機能が抜群。統合型の開発環境ってのはさ、どこでどのソフト、関数が、なんていうの、定義されてるかとかさ、そういうことがさ、ものすごく上手に出てくるんだけど、僕みたいにパールでやってる人はさ、そういうのダメなんだよね。そういうのないんだ。パールは統合環境じゃないから。で、困るんですよね、やっぱり。俺これどこで行ったっけなぁ。プログラム組んでるとそういうこと起こるんだよね。あんた行ったよね、あんた行ったよね、みたいな感じでさ。いや、でも俺、それやった記憶ねえんだけどさ、っていうね。コンソメ、コンソメ、コンソメ。お、ほらほら、ここのコンソメ。ばっかしかねえんだよな、スーパーにな。もっといろんな会社のコンソメがあっていいじゃろうと思いながらも、まあまあ何でもいいやね。素材が負けりゃいいんだよ。素材が負けりゃ、素材が負けりゃいいんだよ。これ3つ分ぐらいでいいと思います、はい、よいしょ。ああ今日も誰か助けに来てくんないかな。こうお金いっぱい持ってる人がいいな、助けに来てくれるなら。金持ってね、人助けに来てくれてもなんか助けになんないよね。なんかこうね、来てくんないかね、誰か。神を待ち望むって感じだね。美味しいものを持って来てくれる人がいいな、神様が。で、みんな温まって味が決まりそうだねってところで、この人をこうやって入れてあげましょう。ほら、全然これがスープの中で味になっていきますからね。それ料理って言われてたよね。でもう一個はこれだね。あ、ほら、たくあん、たくあん。あ、かぶ、かぶ、これね、これ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 、ちょっとこれ、難しいんですよ。唐揚げって時間経った後で食うのが。なんで、唐揚げをいってやろうというね。唐揚げをいってやる。で、ただいっても温度が入っていかないんで、ごま油でいってあげましょう。この鶏の唐揚げとかも時間経ってまずくなった時はね、これいいですよ。で、最後にガツンと醤油かけてやるね。で、最後にガツンと醤油かけてやるんだけど、その時に、塩分が必要になりますんで。塩分っていうのは水分が抜けちゃったから、そこに水分を持ってってなきゃいけないでしょ。そうしないと美味しくない。それがこれ、塩分。それは塩分じゃなくてインゲン。バーカバーカ。分かってくれるよね、グーグル。はい、マサヤさん。ああ。チリは分かってくれるって言ってたよ。そうすると、ちょっと待ってください。今チリに聞いてみます。そういうことでしたか。あっちにしか分かんない情報がありましたよ、マサヤさん。ああ。今年も1年バカなことばっかり言ってんだろうね。誰かなんか俺に AI のこと聞きに来てくんないかな。詳しいよ、AI について。ちょっと AI について詳しいけど、これちょっと小さかったかな。まあいいやね。特にね、魚の唐揚げ物ってね、後でなんかジクジクってなんか水が出てくるような感じするよね。海から呼び寄せてんだよね。だよね、グーグル。ああ、面白くねえよ。はい。その間に、こちら側では、一生懸命、水が、ね、玉ねぎの中、野菜の中にある水分っていうのは、ものすごいたくさんのいろんな、栄養素を持ってるわけだから、それがね、こう出てきて、一つになろうとしております。ちょっと青っぽいのねえね。ああ、アスパラガスあるか。いいな、よし。おお、甘もね。
噛んだけどうるなんか ね、こうやって少しずつ中に水を飛ばしていくでしょ。これ僕弱火でね。どうしようか、こっちちょっと味が足りねえな、バター風味にするか、醤油バターか。いや、これでいいかもしれないな。うん、コンソメとなんか美味しいものがいっぱい入ってるからね。はい、じゃあ行けわ、卵焼きに、これパンピザですからね。パンピザ風に入れてるから冷たくなるとピザなんだもん。こうやって食うとさ、うまくねえかもなで面白いね、面白いね。うん、いいね、これはいいよ。もうちょっと茹で込んでやろう。これでこれ温まるとそれいいかもしれないね。はい、もうちょっと弱火でコトコトいきましょう。その間にこちらね、おお、魚がね、こうやってね、中からあの、なんていうの、魚の、まあ、なんかこれ、このままのだけの方がいいような気がしてきたな。やっぱそうはいつもない。ここまで、グリーンビーズ軍団に頑張ってもらうんだからさ。グリーンビーズ軍団。グリーンビーズ軍団とネギ軍団が来ました。で、このグリーンビーズとネギ軍団の上に魚軍団が乗ります。今こうね、味が入った魚軍団。ね、これそれでペリッてして、酒入れて終わりですからね。こちらはもうこれでおしまいですね。はい、OK です。さてさて、美味しいかね。みんなもこう仕立て直しですよね。今日は仕立て直しだね、お昼はね。あ、だんだんなんかいい感じかもよ。うん、俺が作ったということを写真聞いてもいい感じだね。あの、もう魚自身はもう十分しょっぱめ入ってるんで、これ水、醤油かけて酒入れると、あ、人参入れればよかったな。そんなこと知らんないよね。人生はもう後戻りのできないドラマだよね。いいこと言うじゃん。あ、それいっぱい言われてますなんか嫌だよね。ちょっと、あ、俺いいこと言ったなーって思ったからさ、ぐるぐるさ、横でさ、あ、それ4525万回言われてますだから揚げ足取るなよな、グーグルって言って。あなたの足は臭いから取りません。ああ、ほら、うまそうだろ。どうしよう、まずかったら。いや、これうまそうだぞ。うん、うまい。よし。はい、グルグルビール持ってきてお酒はやめた方がいいですよお前までそんなこと言うんかお前まで、別に最近言われないんだよ、奥さんに酒やめろとか。もう散々言っても無駄だと思われてるでも今日で何日飲んでないよ。5日から飲んでないよ。5、6、7、8、すげえ、今年一番長く飲んでね。ではい、ということで、今日は、なんだっけこれ、のどくろの
仕立て直しとスープですね。これもうまそうじゃない。じゃあちょっと盛り付けてみますかね。盛り付け盛り付け、軽くこうね、うん、パンピザが少し入ってますね。パンピザっていうか ピザオムレツだねが入ってますね。それブロッコリーかなんかありますから、これでちょっとみんな食うわけじゃないからね、ほんの一口でいいんですよね。はい、ということでまゆちゃんが欲しがっております。イエーイイエーイ。まあなんかあの目に見られるともう弱いよね俺ね、けどやんない。はい、ということで皆さんも美味しいお昼ご飯食べたい元気に頑張りましょう。おう。